アウストラロピテクスアファレンシス、アウストラロピテクスアファレンシス、アファールエンジンは、約390万、約290万年前に存在した化石人類の一種である。同時期に存在したアウストラロピテクスアフリカノスと同様のスリム体型をしている。研究の結果、アウストラロピテクスアファレンシスは、アウストラロピテクス族と人族の共通の祖先であり、 現代の人に直接つながっていると考えられている。アウストラロピテクスアファレンシスの化石はアフリカ東部のみから見つかっている。タイプ標本の化石こそタンザニアのライトリュで見つかっているが、有名なルーシーを含むその他の大部分はエチオピア北東のハダール村で発見されている。他にもエチオピアのオモ、マカ、フィジッチ、ビロデリーやケニアのコービホラでも発見例がある。 現代の、また絶滅した、類人猿と比べて、アウストラロピテクスアファレンシスの剣士や奥歯は小さかったが、それでも現代の人よりは大きかった。脳のサイズも380から430ミリリットルと比較的小さく、顎が前に突き出た原始的な顔をしていた。脳が小さく、原始的な顔をしていた人類が、 直立二足歩行をしていたという事実は当時の学会にとって意外なことだった。これは当時脳のサイズの増大が人類への移行の初期の大きなステップだったと信じられていたためである。1970年代にアウストラロピテクスアファレンシスが発見されるまでは直立二足歩行は脳のサイズの増大の結果だと広く考えられていた。 当時すでに発見されていたホムルドルフエンシスなどが約8 0 0トルという大きな脳を持っていたためである。アウストラロピテクスアファレンシスの運動行動については現在でも議論がある。アウストラロピテクスアファレンシスは平地でほぼ完全な直立二足歩行をしていたと考える学者もいれば一部受上生活を送っていたと考えている学者もいる。で、足。 肩の関節の形態からは、後者の説が指示されている。また指やつま先の骨の湾曲具合からは、木を掴み、登るのに適していたことがわかっている。さらに手首を固定する機構があったことから、手をついて、四足歩行することもあったと推測される。肩の関節も、現代の人と比べて、頭の側に偏っている。しかしアウストラロピテクスアファレンシスが、 直立に即歩行をしていたことを強く示唆する証拠もいくつもある。骨格全体を見ると骨盤の形は類人猿のものよりも人のものに近く、腸骨は太くて短く、仙骨は幅広くて股関節と大腿直筋に直結している。さらに大腿骨の角度も知るから膝の方に向いている。このことによって体の中心線に沿って足を下ろすことが可能となり、 直立に即歩行を行っていたことが強く示唆される。現存する動物の中では、人の他に、オランウータンと、クモザルだけがこの特徴を持っている。また足のつま先は大きく、格子で枝をつかむのは困難であったという指摘もある。かかとの関節の形状も、人と非常に近い。骨格の完成モーメントと運動学を計算に入れた、コンピュータシミュレーションを行った結果、 アウストラロピテクスアファレンシスは人と同じように直立二足歩行できたがチンパンジーと同じようには歩けなかったという結論が得られた。直立歩行は膝と腰を折り曲げて歩くより効率的でエネルギー効率は2倍も良いのである。これらのことからアウストラロピテクスアファレンシスは短い距離は直立二足歩行をしていたと考えられまたライトリでの足跡の化石から その速度はおよそ秒速1.0メートルであったと見られている。これは現代人が市街で歩く速度とほぼ同じである。一般に直立二足歩行はチンパンジーやゴリラのような腰を曲げて手をついて歩く、歩き方から進化したと考えられているが、チンパンジーと人が分化したと考えられている。約500万、約800万年前に生きたオロリン。 トゥゲネンシスも二足歩行をしていたことを示す証拠がある。また現代の類人猿やその祖先の化石を見ると、木に登るために直立する骨格を進化させてきたこと、わかる。これらのことから、直立歩行自体は、樹上生活する必要性から進化してきたと考えられる。スマトラ島のオランウータンによる研究の結果、これらは大きな安定した枝の上を歩く時や細いの下を、 渡る時は四足を用い、直径4トル以下の細い枝の上を歩く、時には腕でバランスを取りながら二足を用いて歩行することが明らかとなった。このような行動によって、樹幹の果物を取ったり、他の木の枝に移ったりすることが可能となった。約1100万、約1200万年前に気候が大きく変わったことにより、アフリカ東部から中央部の森林の様子が大きく変わり、 樹上生活を諦め地上に降りてきた人の祖先と、樹上生活により適応しようとしたゴリラやチンパンジーの祖先が分かれた。すでに絶滅した種の化石から、その社会的行動について推測するのは困難である。しかし、現代の霊長類や猿の社会構造から、性的不足なりなどある程度のことを予想するのは可能である。 アウストラロピテクスアファレンシスのオスとメスの形態にはどれほどの差があったかということについてはまだ論争があるが、オスはメスに比べて大きかったようである。もし類人猿の性的不なりや社会構造が当てはまるのであれば、アウストラロピテクスアファレンシスも一匹のオスと何匹かのメスからなる小さな家族単位で生活していたと推測できる。アウストラロピテクスアファレンシスが石器を使ったという、 証拠はなく、現在見つかっている、最も古い石器は、約250万年前のものである。1977年、ルーシーの発見で知られるドナルド・ヨハンソンと、ティム・ホワイトは彼らの発見した、化石の詳細な形態学的解析を行った。彼らは、化石を、チンパンジー、ゴリラ、ヒト、他の化石人類と比較し、顎と歯の形状から、 アウストラロピテクスアファレンシスは、人と類人猿の中間的な存在だと結論付けた。そしてこの種を人族には入れず、アウストラロピテクス族に入れることを提案した。彼らは、この種が、アウストラロピテクスアフリカヌスや、アウストラロピテクスロブステュスの祖先であるともに、ホモサピエンスを含む人族の祖先でもあると確信し、またこの説は広く受け入れられた。しかし2006年によるロック。 アビシャック・ギンズブルグ、エリ・ゲファンラは2002年に見つかった下顎の骨の形状がゴリラとよく似ていることを発見した。その他の研究の成果も勘案し、彼らはアウストラロピテクス・アファレンシスはパラントロプス属分類されるべきであり、現代の人の直接の祖先ではないと結論付けた。彼らはホワイトラが1999年に発見した。 アルディピテクス・ラミルスこそが現代の人の祖先と呼ぶにふさわしいと主している。アウストラロピテクス・アファレンシスのタイプ化石は、タンザニアのライトリで発見された大人の下顎の化石で LH4 という名前がついている。初めての膝関節の化石で、1973年11月にドナルド・ジョハンソン、ティム・ホワイトらのチームにより、エチオピアのアワッシュ川中流域、 アファール渓谷で発見された。初めての全身骨格で、1974年11月24日に、トム・グレー、ドナルド・ジョンソン、ティム・ホワイトらのチームにより、エチオピアのアワッシュ・カワシモ流域、アファール渓谷で発見された。200以上のかけらからなる、初めて発見された、アウストラロピテクス・アファレンシスの家族の化石で、1975年に、 ルーシーが発見された隣の丘で、ドナルド・ジョハンソンの生徒のマイケル・ブーユーが発見した。早や顎など、発見された欠片の数から、その場所は現在、サイト333として知られている。13個体あり、そのすべてが成人である。13個体は同時に死んだと見られ、ヨハンソンは鉄砲水により死んだと考えている。恐竜 SF ドラマ、プライミーバル第3章では、 この場所に焦点が当てられている。作中では、ヘレンカッターが川に毒を流し込みアウストラロピテクスを殺害したことになっている。2006年9月20日、サイエンティフィックアメリカン誌が、ルーシーの発見場所から4キロメートル離れたディキカという場所で2000年に発見されていたと発表した。3歳のジョジデズガイと胴体、肋骨のほとんどが発見された。生活と、 直立二足歩行の両方に適応していたと見られ、ルーシーの特徴と一致する点が多々あった。セラムはアムハラ語で平和を意味し、発見場所からディキカベビーとも呼ばれる。近年、ケニアントロプスプラティオプスのような全く新しい種が発見された。これはルーシーとたくさんの共通点を持つが別の属だと考えられている。1990年代に アルディピテクス属が発見され、その中でもアルディと呼ばれるほぼ全身骨格に近い状態の化石人骨がブレイクスルーを起こした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。